さん、こんにちは。2021年の東京オリンピックで400m 個人メドレーと 200m 個人メドレーの両種目で日本女子史上初の2冠を達成された大橋悠依選手。幼稚園時代、姉の影響で彦根糸満スイミングスクールで水泳を始め、小学校3年生の時初めてジュニアオリンピックに 50m 背泳ぎで出場しました。その後は順調に成長していき、2017年の日本選手権では400m 個人メドレーで日本新記録を樹立しました。さらに世界水泳では200m 個人メドレーで銀メダルを獲得し、また日本新記録も樹立しました。大橋悠依の水泳の道は姉の影響から始まり、幼少期から努力を積み重ねてきました。その努力は一気に才能を開花させ、日本の水泳界で著しい成果を上げました。そんな大橋悠依さんの競技とは別の顔を探るべく、面白いエピソード50選をご紹介します。1. 桐生義秀さん。同じ滋賀県彦根市の出身で、大学も同じ東洋大学で同級生でした。ここまでスーパーアスリート同士が同じ道を歩むのは奇跡ですね。あまりにも距離が近いので熱愛が噂されたこともあります。 2. ひこにゃん。昔からゆるキャラが大好きだそうですが、彦根市が地元であり、ひこにゃんは特に溺愛しているそうです。 3. 大見石。何が一番好きかと聞かれると、アスリートらしく肉と答えていました。お肉の中でも何が一番好きかと聞かれると、即大見石と答えていました。地元が大好きなんですね。 4. いちごとぶどう。今はお肉が大好きと答えていますが、小さい頃はいちごとぶどうが大好きだと答えられていました。ここでは女の子らしい可愛い回答ですね。 5. 体育。好きな勉強はと聞くと、体育と答えていました。体育は勉強なのかなと思いましたが、まあ彼女らしくていいですね。 6. ケーキ屋さん。今は競泳選手ですが、小さい頃はケーキ屋さんになりたいとのことでした。お菓子作りは時間があればやっているそうです。 7. 金髪。中学校時代は自分でも認めていますが、金髪に近かったそうです。とは言っても染めているわけではありません。もちろんヤンキーでもありません。水泳していたら塩素の関係で髪の色が抜けてくるらしいです。先輩に染めてるのかとよく尋問にあってたみたいですが、その度に本気で染めていませんと答えていたそうです。 8. 休日。休みの日はガチで言うと体のケアに時間を割いているそうです。さすがスーパーアスリートですね。あとは買い物によく行くそうです。若者が集う新宿によく出没するそうです。 9. よく行くお店。種屋とクラブバリエというお店によく行くみたいです。調べてみると滋賀県にありました。地元が相当好きなんでしょうね。特に種屋の福見天平は好物だそうで、お土産に買って帰るそうです。あまりにも好きなので自分の分もお土産として買って帰るそうです。 10. 父親。娘さんの大ファンです。娘さんの試合を見に行くときは必ずと言っていいほど好物の八つ橋を差し入れるそうです。完全なファンですね。 11. ルーティン。スタート台に登るときは必ず左側から登るそうです。継続できるということは強みになりますので、特にスポーツ選手はルーティーンを大切にされる方が多いです。今度の試合の時は注目して見てみましょう。 12. やりたいこと。水泳以外でやりたいことは何も考えずに遊びたいそうです。これまで常に水泳のことだけを考えて生活してきたでしょうから、何も考えたくない気持ちはよくわかりますね。 13. ご褒美。試合の期間は体調管理の面で制限があるため、大好きなアイスが食べれないそうです。試合が終わればご褒美として我慢しているアイスを食べて祝福のひとときを過ごすそうです。 14. ビッシュ。レース前に気持ちを高めるためにビッシュの曲を聴くそうです。勝負曲は強いものに立ち向かうという意味が込められた Paint It Black を聴いて気持ちを盛り上げています。 15. 萩野公介さん。同じ東洋大学出身でもあり仲が良いです。写真ではお互いの変顔を公開しています。変顔している大橋さんも可愛いです。 16. 御嶽海関。御嶽海も同じく東洋大学出身で応援に駆けつける仲です。東洋大学は相撲も強いのですね。また意外な組み合わせですね。スーパーアスリート同士仲が良くていいですね。 17. 可愛い。競技中とそうでない時のギャップがすごくあって可愛いです。競技中は集中力が素晴らしく眼光鋭くなっていますが、泳ぎ終えるとキュートなスマイルがたまらなく可愛いです。 18. めんどくさがり。疲れるのが嫌でいかに楽して結果を出すことを考えているとのことです。
今の泳ぎもその考えでたどり着いたようです。19、竹内優子さん。よく竹内優子さんに似ていると言われていますが、本人曰く半分はいじられていたそうです。目元と鼻だけ竹内優子に似ていると言われていたそうです。全体的に雰囲気も含め似ていると思います。20、嵐の大ファン。嵐の大ファンであると公言されています。メンバー同士すごく仲が良さそうに見え、とても好感もあるようです。残念ながら活動休止になりましたが、また復活した時にテレビで共演を果たしてほしいです。21、大野くん。嵐の中でも特に大野くんが好きらしいです。それを物語るのが、滋賀県に大野神社があるのですが、その神社に初詣に行くぐらい本気みたいです。22、勝負靴下。大事な試合の時に決まって履く靴下があるそうです。その靴下はひこにゃんの靴下だそうです。ここでもひこにゃんが出てきました。地元愛が半端ないです。23、特技。特技はおでこにペットボトルを乗せて背泳ぎすることだそうです。先輩の入江選手の真似をしたのがきっかけらしいですが、フォームも綺麗になり集中力も高まるため、とても良い練習方法にもなっているそうです。24、欅坂46。欅坂46の大ファンと公言しています。特にサイレントマジョリティは大好きで、音楽が流れるとノリノリでダンスを披露してくれるそうです。25、姉が水泳をしており、その影響を受けて水泳を始めました。もし姉が水泳をしていなければ、大橋悠依さんはオリンピックの金メダリストにはなっていなかったかもしれません。26、母。貧血持ちでしたが、母親がクール便で鉄分が多く含まれる食料を送ってきてくれるなど協力してくれていました。そのおかげで貧血の症状もほとんどなくなり、レースでの結果もついてくるようになりました。それからは大橋選手は栄養についてご自身で勉強もされて、アスリートフードマイスターの資格を取得しています。27、仲里依紗さん。目元、口元、輪郭が似ています。仲里依紗さんみたいに親しみやすさを感じます。ネット上でもよく似ているとの声が見受けられます。28、雛形あきこさん。雛形あきこさんにもよく似ていらっしゃいます。雛形あきこさんと竹内優子さんを足して割ったら、大橋悠依さんとの声が上がっています。29、私服。水泳している時とはまるで別人です。おしゃれで普通に可愛い女の子です。好きな私服を着ると元気が出てくるそうです。30、夏木瀬奈さん。夏木瀬奈さんによく似ていらっしゃいます。確かに雰囲気は似ていますね。男顔なところが似てるとか、ちょっとメイクとか手を加えたら夏木瀬奈みたいになりそうとの声がよく上がっています。31、目黒蓮さん。スノーマンの目黒蓮くんが大好き。過去のインスタライブで発信されています。高身長でスタイル抜群なので大橋悠依さんと共通してますね。32、キャップ。レース前は眼光鋭く、時には怖さを感じる時もありますが、レースを終えるとスマイルな表情になり、そのギャップに燃えちゃいます。33、マンゴー。ふるさと納税で頼んだマンゴーを食べようと包丁で切ったら、ちょっと自分のイメージと違う切り方になってしまったらしいです。味が美味しければ切り方なんか関係ないです。34、近江高校。出身高校は草津東高校ですが、同じ彦根市にある近江高校が甲子園に出場した際に応援に行っています。母校に怒られそうとおっしゃっていましたが、出身や競技関係なく滋賀県を応援している地元愛は素晴らしいです。35、プロスイマー。日本女子では初のプロスイマーに転向されています。オリンピックで金メダルを取られても、さらに成長するためにプロ転向されたそうです。次のオリンピックも期待大です。36、年賀状。年賀状はお世話になっている方に出すのが一般的なのかなと思いますが、大橋悠依さんはなんとひこにゃんに年賀状を出しています。ひこにゃんが本当に好きなんですね。37、ファンクラブ。ここでもひこにゃん。なんとひこにゃんのファンクラブの会員になっているそうです。立派な会員ですとつぶやいていました。38、発泡スチロール。発泡スチロールの音が苦手らしいです。新しい家電を出したりするときは毎回身震いしながら取り出すそうです。39、挑戦。最近アスリート茶会といってお茶の所作について新しく学んでいるとのことです。水泳競技に生かすべく、ここでも新しいことに挑戦されている大橋さんは素敵です。40、シンデレラガール。2017年に初めて日本代表入りし、代表デビュー戦となった同年夏の世界選手権で銀メダルを獲得し、その美貌からシンデレラガールと呼ばれました。41、ケーキ。
合宿で平井コーチに怒られ落ち込んでいる時に仲間がケーキを買ってきてくれて慰めてくれたそう。そのケーキをやけ食いしてストレス発散したそうです。42、カメラ。平井コーチはカメラが好きで、それに影響されて7万円もするカメラを買っちゃったそうです。ビッシュのライブに行って写真撮影もしてるそうです。43、平井コーチ。水泳になったら人が変わったかのように怖くなるようですが、水泳が終わるとお父さんみたいな安心感があるようで、とても平井コーチのことを尊敬しているようです。44、清水咲子さん。大橋さんは先輩である清水咲子さんを咲子さんと呼んで慕っており、誰かの心が折れそうな時は一番に声をかけてくれる人とのことです。大橋さんは咲子さんに何度も助けられたそうです。咲子さんがいなければこの種目をやめていた、そう思うぐらい大きな存在とのことです。45、ジャパン。高校時代の仲間、平井祐希さんは高校時代水泳部に所属していた期間において3年間大橋悠依さんと一緒に活動していました。大橋悠依さんが競泳選手として活躍の場を世界へ広げていく姿に同級生たちは期待を込めてジャパンとあだ名をつけました。いずれ日本を代表する選手になると見込みあだ名をつけたそうです。46、身長。大橋悠依さんは身長が174センチもあり、抜群のプロポーションを誇っています。しっかり筋肉もあり、足も長くスタイルがとてもかっこよいです。47、足のサイズ。あくまでも推測ですが27センチ前後はあるのではないかと思われます。一般の女性よりはかなり大きいですが、身長が174センチあるのでこれくらいは普通ではないかと思います。48、スノーマン。大好きなジャニーズグループの嵐の活動が休止になってからスノーマンのファンになったそうです。理由は嵐みたいにメンバー同士の仲の良さが見えるグループに見えるからだそうです。49、斉藤匠さん。イケメン俳優の斉藤匠さんが大好きらしいです。意外とワイルドでガッチイケも好きなんですね。50、心配性。いつも天真爛漫でいつも楽しそうな大橋さんですが、実はかなりの心配性の性格らしいです。隣を泳ぐ選手がどういうレースをするのかなど様々なことを入念に調べて事前に頭に入れてレースのいろいろな状況展開をシミュレーションしておきます。そうすることでどんな展開になっても焦らず自分のペースでレースができるそうです。心配性は必ずしも悪いことばかりではないことがわかりますね。いかがでしたか。今回は大橋悠依さんの面白エピソード50選をご紹介しました。本当にいろいろなエピソードがありましたね。これからの活躍も期待して注目していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。